待ってきたよ、クロームブック。ああ、出た、クローム。これ、2万円だよ。で、CPU が、セレオンの、確か4000番ぐらいなんで、Windows だったら、半年持たずに壊れます。半年。で、しかも動作も超スローで、時々固まらないって感じ。それぐらいの CPU がサクサク動いてるっていうのがすごい。本当に。だからこれは、マジで2万円かと思ったもん。本当。だっこれて、はいい買い物したってなりますね。そう、めっちゃいいじゃんと思ってよ。最初はかなりね、半信半疑でしたね。ですよね。で、初めてはね。2万円のパソコンを買ったことがあるんですよ。はい。で、一番優秀なジャンパーテックっていうところの、パソコンだと、だいたい1年ぐらい持ちました。で、1年で壊れるんだけど、2万円でこんだけはまあまあいい方なのかなっていう気がする。で、ジャンパーテックじゃなくて、もっとマイナーな企業のとこだったら、まず半年持たないです。持たない。そうなんだ。そう。ジャンパーテックってとこなんだ。で、ここは、最近は2万円のパソコン売らなくなってきすぐ壊れるからっていうクレームがありすぎて。ます。違う違う違う。2万円で全然壊れないから、値上げして5万円にしたんです。そういうことです。だから技術のあるところが2万円で売ってただけで、で、名前が売れてきたら3万、4万、5万ってだんだん値上げしてるんだけど、それでも買います。壊れないか壊れないんなら買うよね。ら。で、他の、新規参入企業が2万円で売ろうとするんだけど、まあ、大抵すぐ壊れる。他の企業のあれでしょ、わざと壊れるようにして買い替えるようにさせてね。でも1年は持つように作ってるはずなんだが、1年持たないんだよ。技術が及んでないのかな。及んでないですね。中開けてみたらわかるんですけど、なんだか、小学生の工作みたいな作り方してるわけ。マジ？だから、ここにこれを置いて、テープでピコピコ貼って、のり付けして、みたいな。もう見たらわかるんですけど、なんか、これ、小学生の工作だよね。もうで、壊れるわ。ジャンパテクさんはいかにも大人がちゃんと作ったみたいな感じの、形でできてある。開けてみたらわかります。開けたんだ、カッシー。いや、僕は開けてないです。あ、怖動画かなんかで。開けてんの見たってこと？あれね、開けてるの見た。開けた瞬間に保証なくなるんだよ。あー、なるほど。だから、壊れかけ、もしくは壊れちゃったやつは開けてもいいと思う。で、それは一回開けてみたことがあるんですけど、本当に、ジャンパーテックさんのはちゃんとなってたんですけど、よそさんのは、まあ、めちゃチャチです。もちろん日本製のやつはもうバッチリですから、大体。バッチリなんだ。ちゃんと作ってやる。なんか、お子ちゃまの工作ではないです。で、中国の能力がだんだん上がってきて、今はその日本と差が変わらなくなってきたんだよ。そうなんだ。中国すごいんだね。やっぱそそうう、いうマジ。中国人は、中国の政治は非常に悪いんですけど、中国の人自体はそんなに悪くない。そう、私それすごい思う。人、末端の人たちは悪くない人が多くて、
その操ってる人が悪いから、そないなことになるんだよね。その通り。その通り。うん。だから、経験が変われば、すごく良くなる可能性は。そういう、なんか、末端のいい中国人だが、日本国籍になったりするのはいいかもしれないけど、でもダメだよね。中国がさ、それを狙ってるんだもんね。だから、うちの奥さんみたいに日本人と結婚して完全な親日派の人であれば、まあ問題ないかなって思う。そうじゃないとちょっとまずいかなっていう。だから、何かね、クーデターかなんかで、中国がまた変わってくれたらいいんですよね。ね、中国ね。対中戦争とかで台湾が勝ったら、だいぶ、だから、蔡英文総統が、中国本土も全部支配することができたら、中国は、いい国に変わります。すぐに。本当に、僕の願いとしては、蔡英文さんが、中国全部の、トップになってくれたらいいな。と思いますね。他にもいい人いるんだろうけど。マイナー中国。中国ね、怖いよ。ゼロコロナとか知ってますゼロコロナ？か？中国のゼロコロナ政策。何それ？知らないか。中国はゼロコロナ政策って言って、コロナをゼロにする作戦っていうのがあるんですよ。で、作戦は簡単で、コロナ陽性者が発見された瞬間に、その館の中にいる人全員を閉じ込めちゃう。そうすると、中国からコロナがゼロの計算になります。閉じ込めてどうすんの？閉じ込めるだけ。あ、びっくりした。殺すんかと。いや、自動的に死ぬからほっとくの。そう、だから、親切な人に買い物に行ってもらうしかないんですよ。どんな家出たらどうなの？射殺。射殺か、逮捕か、なんかそんな感じ。でも実際コロナって中国がさ、ばらまいたんでしょ。そうだよ。で、館って今言ったけど、これ、例えば、イオンみたいなデパートで一人発生したらどうなるかわかるように。イオン全部が閉鎖ポーンだよ。百貨店とか。やばいじゃん。だからみんな発生が発覚した時点でみんな脱出するんだけど、警察とか軍隊がそれを全部押し込めようとする。でも逃げ切った人もいるよね、多いる。全部は抑えられない。警察も、発生したっていう知らせを聞いて、そのビルに突入するから、それまでの間に逃げ切った人は、そのまま大丈夫。逃げ遅れたら、もこわ。で、日本人の記者も、新聞記者とかも、ビルの中閉じ込められてるそうで。だけど、そういうイオンみたいなとこだったらさ、食べ物とかはあるから、まだ大丈夫そうだよね。まだね。会社みたいなビルで閉じ込められたら終わりだよ。トイレだよね。トイレしか行けないよ。そう。で、日本みたいな商業施設でも閉じ込められてますけど、まだ生き延びられると思います。で、商業施設だったら、定期的に食料運ばれてくるか運んでくれるからね。ら。ただお金が続かないと思うけど。でもそのうちさ、コロナ治ったっていうふうになんか、何、5日後に来るとかそんな感じ？どうなるかわかんないけど、それで、解放されればいいんですけど、もう、ひどい場合は、だから、それで、イオンに閉じ込められて、
で、その閉じ込められてる人がお父さんで出勤できなくって、1ヶ月後の給料が0円ってことなの。やばいね、中国。やることがさ、なんかひどいよね。だから、習近平の考えることっていうのは本当にね、子供じみてるというか、バカすぎるんです。ああ。いや、コロナ陽性者閉じ込めちゃえばコロナゼロじゃんっていう発想です。なんか小学校低学年のちょっとおバカさんの考えそうなことでしょ。なんでそんな人が上に立ってんの？うん、それが今の中国の仕組みなんだよね。仕組み？だから、直接選挙じゃないと。日本もそうなんだけど、アメリカみたいに、その大統領のトップを、一番末端の国民が一発で選ぶことができたら、すぐに来る。そうなんてないんです。そうなんてない。うん。共産党員ってのがいて、共産党員の中から選ばれる。うん。日本もそうで、日本は共産党じゃなくて、利権持ってる人が、その中から選ぶので、民意は全く反映されてない。うん。だから本当の意味で民意が反映されるのは、直接民主制なの。途中に一個でも間接的なのが挟んでる時点で民意ではない。うん。うん。なのそれ、変なの。そう。で、中国は基本的に7人で全てを決めます。うん。だから日本の内閣に相当するところは7人でやってる。で、この中心が習近平なんですけど、うん。もう、この何で決めたことはもう、異論なくみんなが賛成する。そういう状態です。だから中国は今すごく悲惨だし、これから中国は習近平によって、だんだん衰退してしまうのは仕方ない。だから今中国のパソコンもそうなんだけど、優秀なメーカーいっぱいあるんですが、だんだん衰退せざるを得なくなる。うん。半導体が入ってこなくなったりとか、中国包囲網ができてますんで、まあそこで中国とロシアと北朝鮮が手を組むんでしょうけど、それだけでは西側諸国には勝てない。っていうこなるほどね。と。そういう状況だね。うん。だから、本当に中国と台湾が戦争して台湾が勝つぐらいのことがないと中国は変わる。もちろん台湾の方にはアメリカと日本はもちろんつきます。うん。だからアメリカ、日本対中国、ロシア。現実。っていうふうな感じ。まあ、それでどれだけ成功するか。もう時間経つの早い。早いね。今日はこれで終わり。まね。た来週の木曜日行けますか？そうですね。来週なんだが、なんかあったかな。ちょっと私金曜日はダメなんだけど、木曜日は行けるの。待って。はい。12月1日は、もしかしたら自宅じゃないかもしれないんですけど、多分、4時50分だったら多分大丈了解です。夫。うん。多分ですけど、12月1日は僕は東京に行ってると思いま行ってまいります。はい。いつも急ですいません。はい、いらっしゃい。行ってきます。ですね、はい。I see you. See you.